ウェールズ長老教会ウェールズ長老教会、別名カルバン派、メソジスト教会は、ウェールズで有力な長老派のプロテスタント教会。ウェールズメソジストリバイバルで生まれ、1811年に、イングランド国教会から脱退した。1823年、公式に分離して形成され、カルバン派メソジスト、ウェールズ長老教会新興告白を採択した。 カルバン主義を採用し、ウェスレー派のメソジストと区別される。ウェールズでは1859年と1904年にも、リバイバルが起こった。1904年には、エヴァン・ロバーツの説教によって10万人が、イエス・キリストの元に帰ったと言われる。リバイバル D.M. ロイド・ジョンズちょいのちの、言葉者 ISBN4 億2640万 2305X ハット。 リバイバルの源流をたどる尾形守著マルコーシュパブリケーション社 ISBN 48億7 2二0 7万2049。ありがとうございます。